せーの、さあ始まりました。少量チャンネル、翔太です。りょうです。少量です。はい、喋って。今チラッと見たね、俺ね。カメラをチラッと見たよね。うん、ここどこよ、ここ。いや、てか何これ。声はどうなってんの、これ。声が声が置いてけぼりになったあのちょっと賑やかすぎて、ここが、この上が高速道路で、そうなのよね。バーって走ってて、うん、でまあうまく撮れてなくってですね、うん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 、でここは浅草なんですけども、うん、久々に行ったよね、浅草。うん、でまあピクニックしに行きました。浅草行ってお目当てのものがあって、そうそうそう、うん、行きたいお店があったんだよね。いっぱいあった。うんうんうん、うんうん、そこに行ってきたんだけれども、ふむふむ、まあ疲れたから、ふむふむ、ちょっと川沿いでね、これ隅田川って言うんだっけ。隅田川です。うん、隅田川の階段で、ででん、これよ。ああ、4種の抹茶あん団子、はい、これを買い求めて、はい、浅草に行ってまいりました。なるほどね。いやー、喋るの辛いな。喋るの俺もういっぱい飲んじゃった。喋るの、喋りなさい。どうしよう。動画だよ。この時頑張ったんだけどな。ね、うん、まあ頑張ってはないけどね。どっちやねんっつって。うん、あ、見て見て。そう、スカイツリーが隠れてますってやつなんだけど、本当はね、なんか座ってるところからね、ちゃんとスカイツリーが映ったらいいねみたいな感じでやってたらさ、うん、まさかのビルに丸かぶりっていうね。飲んでんじゃないよ。かわいい。見て、このかわいいよ。ほら、うん、美味しそうじゃないこの。説明して。なんかね、4種類の抹茶あんが乗ってるんだけど、うん、先頭から奥に行くにつれてどんどん濃厚になっていくっていうね、抹茶あんなの。そう、もう今あれだから、長男食われたから。ああ、団子4兄弟の長男食われたから。うーん、てっ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 て。あの、はい、長いね。歌わないの？ね。え、串に刺さって団子。団子。三つ並んで団子。てんてん。てんてテレレレレンレン。団子。団子三兄弟。てれってね。あれなのよ、ね。あの、そう。先端が薄い抹茶で後半が濃くなっていくみたいな。そう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 。徐々にね。濃くなって。てました。うん、いや美味しかったよこれ。美味しかった。うん、で聞いてほしい話があるんだけど、ちょっと皆さん。何？このね、うん、この団子が売っているお店に行ったの。そしたらね、うん、ジェラートも売ってたのよ。はい、この4種類のあんの団子と一緒にジェラートが横に並んでおりました。はいはい、でそこで一番人気なものすごく濃い抹茶のジェラートっていうのがあって、うん、そのジェラートもね、うん、濃さが7段階くらいあんのよ。5段階か7段階。7段階くらいね、はいはいはい、その中の一番人気の一番濃いやつを買ったのよ、うん、はいはいはい、そしたらさ、うん、翔ちゃんが、うん、違うみたいな。何が違かったな。何が違ったの。自分の話でしょ。ちょっと説明してもらっていい？あのさ、一個人の感想だからやめて。それは別にそれがまずいとかそういうあれじゃなくて、うん、なんか期待してたやつとちょっとイメージが違ったんだよね。そう、濃いっていうのがすごく売りで、それがテレビでやってたから、うんうん、じゃあ いざ行ってみようって思った時に食べたんだけど、うん、確かに濃かったの、うん、でもさ、俺の濃いっていう想像がさ、うん、本当にあのなんていうの、よくさお寿司屋さんとかのさ粉あるじゃん、お茶入れる粉、お抹茶みたいなね、抹茶の粉、うん、粉を食べるぐらいの濃さだと思ってたの、うん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 、でもちゃんとさ、食べれるように甘味料がついてたから、うん、甘いって思って。俺は粉を食べるぐらいの勢いの本当の濃いやつだと思ってたから、うんうんうん、本当に苦いジェラートが出てくると思ったんだよね、うん、でも、うん、そんなものは売りません。終了。
お店もそんなものは売りませんよって、ちゃんとジェラートとして食べられるお茶のジェラートを売ってるから、だってさ濃いって言うからさ、だから砂糖とか絶対入ってないと思ったんだよね、濃いって言うからみんな、うんうん、だからさなんか食べてさんみたいな、翔ちゃんの反応、え美味しくないのって言ったら、美味しいけど、うん、想像してたのと違ったみたいなね、濃さがあるって言ってたからさ、うんうんうん、そういうの一切さ入ってないと思ってたんだもん。なるほどね、はい、画角変わりましたよ、うん、いい天気だったよねこの時ね。何について喋ってんだろう、もう忘れちゃった。特にあれよ、面白いこと一切喋ってないです。あ、この時にね、うん、じゃあよかったんじゃね、いい、面白いこと喋ってなかったから、うん、いや何喋ってんだっけな何大丈夫大丈夫大丈夫、あどうしたどうしたの、咳がどうしたの、なんかどうしたの大丈夫、どうした大丈夫だ、なんなんどうしたの、もう本当やめてほしい、なんかそういうさ、なんかあった、老人扱いするのしてないじゃんよ、そりゃむせたら背中さするでしょ普通、どうしたの、優しい、はい、というわけでね え、この動画まだ半分なんだけど、はい、まだ続くの、まだ続くまだ続くの、びっくりした、もう終わると思ってさ、ちょっと俺ちょっと一瞬焦ってたんだけどさ、ドゥンディ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 ン、いつだ、なんでディンディンかぶせてくれないのよ、ちょっと俺かぶせてくれるのを待ってたんだけど、どういうこと、ディン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 、どういうこと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 、もう一回、ディンディン、思い出した、これこの時は、うん、この目線の先に、うん、なんかカップルがイチャイチャしてて、そうだ思い出した、なんかなんだっけ、橋、うん、上が高速道路じゃん、その下にさ、うんうんうん、柱がね、柱があって、うんうんうん、そこに隠れてイチャイチャしてたから、それをずっと見てた、ね、うん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 、ちゃっちゃ入れてたよね、そう家でやれいいって思って、あでもいいと思うよ、うん、そういうとなんか青春じゃんそういうのも、うんうんうん、見えてるか見えてないかっていうところでさイチャつくっていう、あ、うん、昼間だよ、でもそれがさいいんじゃん、いいのかな、若気の至りで、そうなの、うん、だって駅前でさ堂々とさ、うん、やっぱり別れを惜しんでいるさ、うん、カップルとかもいるじゃん、いますね、うん、堂々と改札の前でチューしてる人とか、うん、俺してみたいんだよね、あれちょっとさ、うん、動画とかでさ、うん、終電間際にチューしてるカップルの近くでチューしてみたみたいなやつをやってみたい紛れてどういうことよ帰りたくないっつ、俺も一緒にいたいよ、うん、ほうほうほう、そういうすごいよね、そういいと思う、いいよね、うん、やったことない、やったことないね、うん、やりたいの、え？何？何？やりたいの。ダメよこんなこんな支え合いちゃダメよ。途方に暮れてんだけど二人して。いやもうないのよ。何が？待ってこの。声をアフレコしてるうちらももう何もなくね。そんなことないよ。でん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 。いつだって消せない夢も止まれない今も誰かのために強くなれるなら。てんてんありがとう。悲しみよ。ででででで で, で世界に打ちのめされて負ける意味を知った。あれいいよね。マジハマってる。もう多分知らない人も多いだろうけど。まあ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 いいのよいいの。うん。
やこういうまったりするさ、はい、あの時間も大事だよね。そうだね、まあ、でもあまあ基本まったりしてるけどね。いやほら家ではさ、うん、まったりすることも結構あるけどさ、うんうん、こういうあの外に出てさ、うん、公園だったりとかさ、ふむふむ、こういうなんだ橋の下のさ、はいはい、あの階段のところとかさ、はい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 、川とか見ながらさ、はいはいはい、いいよね川ね。うん、何がいいの、何がいいの、何が良かった、ここ隅田川見て何が良かったの。あ、高速道路うるせえな。そうね、結局ね。ひょにょ、あ、スカイツリーでした。いいんじゃない、いいんじゃない。綺麗でしょ。